ヒラノシオの好きなタイプを正直回答。ネット上で反響を呼ぶ素顔に迫る。ヒラノシオが自身の公式インスタグラムのストーリーズを更新し、ファンからの質問に素直に回答したことが話題となっています。特に好きな女性のタイプについての彼のコメントは、心の広さと素直さが垣間見えるものばかり。ファンたちの間で盛り上がっている彼の素顔を紐解いてみましょう。恋愛系の質問に答えるヒラノシオ 平野紫仕様は、自身のインスタグラムの質問箱機能を活用して、ファンから寄せられた質問に率直に回答しました。恋愛に関する質問に対しても、彼は遠慮なく答えていました。ロングとボブどっちが好きという質問に対しては、ないかなぁ。その子が似合ってればなんだって好きよとコメント。髪型よりもその人が似合っているかどうかを重視する姿勢が垣間見えます。また、私ガリガリやねん。 あかんやんなという声に対しては、大丈夫。俺がぽっちゃりにしてあげるよと優しく返答を。細かな体型にこだわらず、その人を受け入れる温かい心を持っているようです。さらに、お酒好きな女の子嫌い。という質問には、悪酔いしない子がいいかな、飲んでもまれない子ってやつかしらと、相手の飲酒に対するスタンスを明かしています。平野仕様の、ギャロは清掃派への回答には、彼らしい考えが垣間見えます。 どっちも好きだよ。笑い。なんか女好きみたいに聞こえるけど、そうじゃなくて笑い。その人が好きになれば何でも好きだよってこと。笑いとコメント。外見的なスタイルよりも、その人自体に惹かれるというポジティブな考え方が印象的です。運転している女の子に対しても好意的な姿勢を示し、SUV 乗ってる女子どうという質問には、いいじゃん。てか運転してる女の子好きだよ。と返答しています。 メガネ女子についても、正直に言うと、メガネ女子っていうかその子が似合ってれば好きですと、相手の雰囲気や個性を重視する姿勢が伺えます。ファンからの反響、平野仕様の率直な回答に対して、ネット上ではファンからたくさんの声が寄せられています。彼の、その子が似合ってれば、の一貫した考え方に共感する声や、その心の広さに感動するコメントが多数見られました。好きな女性のタイプで、 その子が似合ってればって部分が一貫してて素敵。芯が広い、好きなタイプ参考にします。やっぱり大好き、たくさん答えてくれてありがとうといった反応が特に目立っています。まとめ、平野耀が自身の公式インスタグラムのストーリーズでファンからの質問に率直に回答したことが話題となっています。特に恋愛に関する質問に対しては、 その人が似合っていれば何でも好きだよという彼のポジティブな姿勢がファンから共感を呼び起こしました。ファンたちにとっては、平野紫仕様の素直な一面に触れる貴重な機会となったようで、心が広い、好きなタイプ参考にします。などの声が多く寄せられています。これからも彼の活躍に目が離せませんね。これからも